くださいね。撮りながら。小鳥さんが笑っちゃって。私だってレールの水で泳いだこともあるんだもん。全然。復帰後初めて一人でご飯を食べに来たのはここですね。すごくドキドキしたんですよ。もう何ヶ月も一人で出かけてなくて、でご飯食べたいって思った時に、多分ホッとする場所っていうので選んだ気がしますね。なんか、うん、もちろんそのね、お休みのきっかけとなった自分の騒動に対する反省とかもそうですし、支えてくれてる人のありがたさとか、時間がある分多分相当いろいろなことを考えたと思います。今でも週刊誌の人が家の外にいることもあるので、時々はずっとありますね。私が外に出てニュースになってまた誰かに迷惑をかけるってことになるのも嫌なので、家にいたって感じですね。でも自分からは出かける勇気はなかったんですけど、友達がもう、はい、じゃあもう来てね、ここに来てみたいな感じで誘い出してくれたので、友達が出かけることをまた教えてくれたじゃないですけど、それで、あ、今日は一人で行こうって思える日があったので、お出かけしました。